ホリエモンチャンネル。こんにちは、髪の毛が増えてきたホリエです。こんにちは、実はちょっと髪の毛を切りました、寺田由紀です。それでは今日の質問です。授業案にアドバイスをいただきたいです。家庭教師なんですけど、ライザップのように密に連絡を取り合って勉強する内容、仕方を毎日報を生徒と酷使して評価するといったシステムはニーズがあると思いますか？もちろん生徒の学力の詳細な分析や講師側のマニュアルも成功に作る必要がありますが、生徒が講師を評価するようなシステムも作れば能力を可視化でき、生徒も講師を選べるし、講師もモチベーションアップにつながるかなと。プログラミングができないのでシステムは委託しようと思っていますが、いかがでしょうかという質問です。はいはい、ということで本日のゲストをご紹介します。救急イングリッシュ代表取締役藤岡雷光さんです。こんにちは、よろしくお願いします。救急イングリッシュの藤岡です、よろしくお願いいたします。お願いします。はいはいはい。で、私の答えはすごくシンプルだったんで、はい、先に言いますか。言っちゃいましょう。はい、とりあえずやってみればという、もうなんか、はい、終わった。僕ね、勉強にはこれね、ライズアップさんのこう応援してっていうのはこれ絶対いいと思うんですよね、うんうん、うちの先生見てるとっていうのかな、ライズアップ英会話、はい、ありますよね、はい、今英会話出てきて、はい、僕のあれ絶対いいと思う、勉強するもん、うん、やっぱ自分ってくじけそうになった時に頑張ってと、うん、あと単語10個覚えようよって言われたらね、やる、うん、ただね、そんだけ熱い教師探すの大変だわ。あでもそう、でもライズアップさんは言ってましたね、その筋トレのトレーナーもそうだし、ライズアップゴルフってのもあるんですけど、はい、まあ、すごい応募は来るんだけど、100人を面接して2人ぐらいしか採用できない、ね、先生の方が、はい、あやっぱり、はい、それはやっぱ熱意のある方とか、熱意というか、まあ人当たりですよね。あまず人当たりすごい大事で、俺もだからライズアップに通ってて思うのは、はい、僕はなんかそのスペシャルコースじゃないけど、はい、僕の担当してくれてたトレーナーさんは、はい、ライズアップの先生なんですよ。ああなるほど。ライズアップのトレーナーの先生をやってる人で、はい、うん、めちゃくちゃ人当たりいいんですよ。はい、不快なところがほぼないんですよ。でも大事ですよね、そのお客さんがどういう目的で来てるかを察してやっぱり対応しなきゃいけないから、だからそういう能力がある人っていう、だからなんかその英語力とか実はあんまり関係なくて、はい、だからこれも同じだと思うんですけど、家庭教師とかもなんか、でも人当たりでしょうね。だって講師を評価するならさらに人当たりいい人に全員ガンってなるでしょうしね、うん、だからプログラミングとか関係ないですよね、はっきり言って。このだからシステム化するというよりは、うん、いい人見つけたら勝ったって感じですよね。それがないとダメだよね、多分。なるほど。多分僕ね、一番初め堀江さんのね、こうあの英語のコメントでこうオンライン英会話、うん、こうやっぱ可愛い女の子はやっぱそれ目的だよね、で書いたのを見てカチンって書いてね、堀江さんにメッセージ書いたことがあるのが実はね、あるんですよ。その時言いたかったのが、うん、うちの人気の先生1000人先生いるんですよ、うん、やっぱりね、可愛い先生始める絶対有利、うん、でもね、その中で一番大人気になるのは小池先生、うん、熱い先生でこう不快な感じがしないで講演する。だからやっぱ先生はね、性格だね、うん、スナックのママみたいなもんですかね。まあ、確かに人を引き寄せる、ね、力がありますもんね、はい、いいスナックのまま。そういう人たまにいますよね、本当にね、うん、こう、はい、じゃあそういうことみたいなので、ぜひ意見参考にしていただいて、まずはやってみていただければなと思います。はい、はい、ということで本日も HIU ニュースに行きたいと思います。堀江さんのサロンのニュースです。食学部では居酒屋プロジェクトの特任教授に就任されている大川浩一さんに直接質問ができます。業界でトップクラスの方が特任教授として HIU のプロジェクトに直接アドバイスをしてくれるのも HIU ならではということで。すごいですね、はい、居酒屋やるんですか。居酒屋はまだ、居酒屋にはまだならないと思いますけど、やるかも、やるかも、やるかも、うんうんうん。それは世界に出ていく居酒屋どうですか。いやー、まだそういう段階ではないですね。単純にそのまあまあ、やったことない人がやる体験すると面白いよねっていうところですよね。まず居酒屋ってね、世界に冠たるやっぱりね、食の文化だって話でね、うん、レストランっていうのはウェイトレスが目立たないように食事を目立たせるわけじゃないですか。居酒屋は元気にして返すと、
か疲れたサラリーマンが居酒屋で飲んで次の日も頑張るぞって気持ちにさせる、うん、あんなの世界中にないんだよね、うん、だから居酒屋、日本の居酒屋もっと世界にどんどん出ていって、あの元気注入をね、うん、これね絶対あのすごい居酒屋チャンスあると思うんですよね、うん、これやった方がいいですよ。確かにそうかもしれないですね、はい、なのでそういう居酒屋プロジェクトにも今からならぜひ参加できますので、皆さんホリエモンサロン入会してみてください。ということでカメラに向かって告知をお願いします。キューキングリッシュの藤岡です。先ほども言ったんですけど、やっぱり一番言いたいのはパラパラ漫画を見てほしいと。キューキューイングリッシュの Facebook 見ていただいて、パラパラ漫画ぜひ見ていいねをしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。パラパラね、パラパラ漫画、はいね、はい、ぜひ皆さんキューキューイングリッシュさんの Facebook ページがありますので調べてみてください。ということでこの番組が面白いと思った方、チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれますので、メルマガ登録もお願いします。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう。